今、岸田政権の考えているのは、
界の成長をさせると言っているんです。で、残念ながらこれはですね、なかなかうまくいかない可能性もあります。つまり政府が公表する前、確か20年間ありました経済産業省の役員がいろいろ考えると、経済産業省の人はですね、ビジネスやったことないんですよ。ビジネスやったことない人がこの分野を成長するから投資しようって言ったって、それはこんなことなく言ったのはありません。だから、やっぱりこれからアフターコロナ、日本経済をちゃんと成長させて、で、皆さんに分配をする原資を作るというのが、体感が絶対に必要なんですね。役所の人間はビジネスやったことないんだから、体感をして、で、かなりの大学、その企業の中小企業の皆さん、あとは仕事でも皆さん、経営陣の皆さん、頑張れる環境を作ることが一番大事です。で、この体感がしっかり作られるのは、日本で誰かというと、ちなみに、改革というと、よくですね、改革って珍しいよね、なんか厳しいよね、で、改革に嫌がる人がいるんですけども、こういう認証操作にですね、決して騙されないようになるんです。例えば、前の菅政権がやった大事な改革、経済要求にしたい、これ皆さん、嬉しいわけですよね。実は正しい改革は、ちゃんと、全ての方向にメリットがあるわけです。で、問題は、岸田政権、この体感のところがちょっと弱いですね。それを補完できるのは、埼玉の田中先生です。もうこれ、2人で紹介するのが一番分かりやすいんですけども、今回の自民党の政権法です。読んでいただくと、岸田さんの最高政治予想で体感をしますということは出てですね、これ最初なかったんですよ。じゃあ、なんでそれが、自民党の政権法で体感をするのか。自民党の中の人で、平良先生が改革をしないで、やっぱり成長は無理なんだと、頑張って技術づくりで、ねじ込んでたんです。だから平良先生が言わなかったら、自民党の政権公約を改革できるのは、もう入らなかったんです。それぐらいに、この平良先生は、自民党の中で、もう執行と言えるぐらいの改革になってるんですね。繰り返しになりますけど、改革は冷たい厳しいことではありません。それで平良先生は、で、現場の場合は特にではない。で、実際に中心の企業の裏に対して特にではない。そういう全てを持っているような改革をする場合は、必ず、ね、この経済教育を伝えるようになりますね。なんか実際に改革をやってくれる。で、逆に言えば、この改革ですね、この人の本当に改革の思想であるからとも、改革であれば、この厳しい選挙の方法を読んで、やっぱり圧勝する必要があるんですね。そうしないと、自民党は正しい政治を取り入れることが作れません。で、ちなみに言えば、改革先生は、自民党の中で、一番デジタルに詳しい政治家です。これからデジタル化がどんどん進んだから、いろんな政治を政策にしても、改革にしても、デジタルを分かってないのに、絶対売れなかったね。でも、自民党の中で、誰もがデジタルというと、一番詳しいのは、平良先生ですよね、と言うわけです。なんで岸田政権で平良先生がデジタル担当大臣になれなかったのか、これも理由が分かったので、今度は何度も応援したので、これは何だったのか。でも、岸田総理はやっぱりもっと重大なものを対応している。だから彼はその対応する分配があるということだから、やっぱり正しい方法は政治と分配でやってきます。で、そのデジタルが必要だよね。だから、この本年でも、実は平良さんは、今回であった人材になったのは確かに、逆に言えば、その人がこれから本の中で、全部をもっと正しいものにしたいと言わないと、正しい意味でも、成長と分配を実現できない。だから、これ、ようやくコロナが終わりそうなのに、皆さんの成長が、なかなか今は、なかなか、それがまだ困ったことに言われない。だからもう政治家さんにお願いしたいのは、この政権選択制度、非常に厳しいです。非常に厳しいからこそ、しっかり正しい公表をして、かつ自民党を変えられると、平良副会長先生は、もう公表期間が終わったので、一応、政治家さんにお願いしたいのは、それぐらいの勢いでこれしてもらわないと、やっぱり人民自身、
政策は変わってもらえない。だからこそ、この大田区の中でも責任は重いわけです。ちゃんとこのコロナの経済で建設継承の状態を変わっていくと、これは政府の政策ですよね。その中でも特に、じゃあ人口の中で正しい継承を、正しい成長戦略を作れる人間を、すぐに狙えます。これが一番最初に構成を決めて、自民党の中でよりものを言えるようになった。これが非常に重要なわけですので、そういう意味で、大田区の皆さんは、政権選択選手の中でも、非常に大事な選手になっています。ですから、彼らは恐らくないです。この人は本当の会社の中でも、そんな冷たい会社なんかしないで、逆に現場の方をしっかり考えて、中小企業の方をしっかり考えて、日本を、ぜひ人口に対して、これは私は保証しました。だからこそ、31日の、東京、大手コロナ禍の東京に挑戦し、いけない方はどんどんですね、自然の、東京を大きくします。これを前の点でどんどん見せて、とにかく彼らは新しい先生が、4区で圧勝するという。立憲共産連合の大統領に負けちゃダメです。維新の大統領に負けちゃダメです。負けちゃダメなことは、完全に圧勝しないとダメなんです。量産しないと。だからこの談話の力が必要と思ってますので、ぜひぜひ、彼の正明先生、この力を信じてですね、周りの彼の正明先生の重要性、この人が提示した、この人の思いをですね、どんどん皆さんに取っていただければというところです。今日はどうもありがとうございました。ただいまは、すでに発表したでおなじみの市鈴木先生からの皆様方へのお願いで、ただいまで先生どうもありがとうございました。今、先生の方からお話しございます。この選挙31日の日曜日が投票日を迎える選挙でございます。圧勝させていただきまして、どうか最初からまで、ご支援のほどお願いいただきます。それでは、本日の選挙で、頑張っておりますご挨拶させていただきます。どうもありがとうございました。ご提供いただきました皆様、こちらにお願いいたしました。本当にありがとうございました。大会の会議に開いて、ラストを選手本部をこれをもちまして、終了とさせていただきます。本日は松原忠義大田区長、そして石破茂元自民党幹事長、鈴木雅之元都知事大臣、松原忠義東京都議会議員、そして